1>, 1号艇で登場の福来剛選手にお話を伺いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここまで振り返ってコンセプト仕上がりどうでしょう。あのー、バランスが取れてて、出足がさらにいいかなっていう感じですね。伸びなんかどうでしょうかね。うん、まあ、負けることはないんですけど、決してでもいいっていう感じではないですね。まあ、伸び型にしてる人にはちょっと分が悪いかなと。そうですね、はい、まあ。でもその分出足とかが、息足とかが。 はい、その辺がすごいしっかりしてると思います。うん、はい、わかりました。じゃあ今日ね優勝戦まで時間あるんですけども、佐野の方何かお考えですか。うーん、まああでちょっと降ろしてみて、うん、試運転してみて今日の感触確かめながら、うん、あのプロペラの微調整で、はい行きたいなと思います。すねね、今日ちょっと蒸し暑いですよね。そうですね、ちょっとあのレース場来た時からちょっとジメジメ汗ばんでるんで、はいあのその辺り含めて調整していきたいなと思います。わ、はい、かりました、えー。スタートなんですけどどうですかご自身で決まり具合は。 うん、悪くはないんですけども、うんまあ、大外にさらにあのスタート校舎の方がいるのであのそこに負けないように、はい、スタートいきたいなと思います1、はいえー、一号手なので、ね、もちろんインコースと思うんですけどもどうですかインコースの感触というのは、うんうん、初日ちょっと失敗しちゃってるので、まあ、そのイメージだけはあの払拭できるように、はいあのー、一生懸命頑張りたいと思います、はいえー、ところで、ね、今節は幕手ちょうだいということなんですけどピットバナれで幕てますね、福イ選手。<laughs> <laughs> そうなんですよねマクってちょうだいじゃなくて、あのピット離れてちょうだいぐらいだったら、あのーうん、なんとか勝ってたんですけど、ねはい、最終日、優勝戦は1号艇ということで、インコースになるんで、マクリはちょっと見れないと思うんですけどもね、はい、最後にファンの方に意気込み、よろしくお願いいしますはいえー、尼崎2回目の優勝を目指して頑張ります応援を失礼します。